張っていきたいと思います、まあ、とりあえず JKN さんずっと喋りっぱなしだったので少し休憩してください。ちょっとインターバル10分くらいちょっと、はい、インターバル置きますね、はい、ちょっとその間に更新します。はい、すいません。結構長い外線だったのでトイレ行かれる方は今のうちに行っといてください。ベルベルさんは大丈夫。今渡るさんがアップ始めました。今日ティッシュチラシ3000枚用意したんですが、もう4時前になくなったそうです。ちょっと早かったですね。だからもう来週4000を用意しようかって話か。あ、でも今日はいっぱい来てくれたからね、手伝いみたいな。人に人数によるんだよね。なかなか難しいです。改善されるそうなので、はい、よろしくお願いします。よろしくにゃん。カメラで。ああ。駅東南口ご通行中の皆様、少々お聞きください。我々は、SNS 毎日本、会員制のインターネットサイトの、毎日本という、サイトの団体の、有志であります。我々は、基本的に日本を良くしよう、そういうふうに思っている人たちが、集まって、活動している、そういったインターネットの、サイトに集まった団体であります。本日私が、主張したいことは、まあ、統一地方選、今日は、投票日ということになりますけれども、そこで皆様が、本当に投票したかなということをちょっと訴えかけたいと思います。まず、あ、本当に投票してない人は、まあ自分が投票すべきところで、ぜひ投票してもらいたいと思います。なぜそのようなことをしないといけないか、まあちょっと、遠回しに説明しますと、私は日本は新興宗教国家だと思っています。それはどういう意味か、本来日本は、まあ、神道の国、でもありますよね、
まあ、八百万の神がいてっていうような国だと思うんですけど、なぜそれが新興宗教の国なのか、なぜかと言いますと、日本の政治は一部の、利権団体、業界団体、そして、宗教団体が大きな影響力を及ぼす。なので、私は、新興宗教団体、新興宗教の国、まあ、無宗教の国だっていう人が多いと思うんですけども、私は新興宗教の国に残念ながらなってしまっている、そう思っているわけです。例えば自民党は、公明党というところに大きな影響力を及ぼされますよね。公明党、まあ、後ろでは創価学会というような団体が支持母体となっている、まあ、宗教党ですけど、そういったところに大きな影響力を受ける。逆に民主党はその公明党、創価学会と仲が悪い、立正厚生会、そういったところに、大きな影響力を受けてしまう、そういったような状況になっています。宗教団体以外にも利権団体、あるいは、商店であるゼネコンとか、農家、補助金をもらう農家、そういった一部の自分たちの、利益を要求する、そういったところの団体に大きな影響力を受けてしまう、それが日本の実態なんですよ。先ほどもなんかよくわからない宗教団体の人がちんどんちんどんやってましたけど、今はまあその影響を受けてるってことはないと思いますけども、そういった皆様は知らないかもしれないですけども、日本の伝統に即してない宗教が政治に大きな影響力を及ぼしている、そういうのが今の日本の状況だから、我々一般市民、そういった利権団体や宗教団体、そういったところとは関係ない、本当に日本全体の国益、そういったものを考えられる一般市民が選挙に行って、まあ、投票する、誰がそういうような、まあ、一般市民の利益を代弁してるか、それもよく調べないと実はちょっとよくわからない状況になっている。しかしながら調べれば必ずいます。まあ、たまに誰もいないっていう残念な選挙区もいるんですけども、そういった場合でも我々一般の全体の国民の利益を代弁してくださいと言いに行く、そういうようなことが必要かなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。投票されました。今今の方はですね、NPO が内閣府に入って、まあそういったような、なんですかね、まあNPO と言われている、まあ自然的なことをやっている団体とかが、まあ内閣府に入ったっていうような話をしております。まあ湯浅さんとか有名ですよね。まあ湯浅さんっていうと、派遣村で有名になった湯浅さんだと思うんですけど、ああいうところの実態が実はどうなってるか、これはまあ説明するのはなかなか難しいんですけども、実はあるイデオロギーに沿った、まあ、ある特定の、先ほどの利権団体と同じです、ある特定の人たちだけのための、まあ、派遣村なんですよ。それを説明するのはなかなか難しいので、もし興味がある人はインターネット、まあ、SNS マイ日本に入っていただいて調べていただいてもいいと思うんですけども、ともかく政治に関わっている、今日本の政治に積極的に関わっている人は、特定の自分たちの利益だけを追求する人たちが非常に関わるようになってしまった。だから日本は自分の利権団体とか宗教団体、そういったところに非常に左右されるようになってしまったというのが今の日本の現状であります。なので我々一般市民、特に私は何の宗教とか、まあ、利権団体のそういう関係ないな、むしろ政治には関係ないなと思う人が政治に行くことによって、日本がどん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 良くなる可能性が残されているんですよ。だから我々一般市民、宗教にも入っていない、利権団体にも入っていない、だから政治とか関係ないなと逆に思ってしまうかもしれないですけど、それは逆です。関わってない人が日本全体の利益を代弁してくれる政治家の人にぜひ投票してもらいたいんですよ。今まだ投票してない人いるでしょう。
そういう人たちがちゃんと自分たちの選挙区の政治家を見て日本全体の利益、まあ、地域全体の利益、利権団体とかの、人たちだけの利益誘導をしない政治家、そういう人に投票してもらいたいと思います。自民党、民主党、そういう人の割合が実際非常に多いんです。多いんですけども、自民党にも民主党にもそうじゃない人も中にはいます。特に地方選でしたら、統一地方選ということであれば、まあ、市議、市区町村の、議員、あとは首長さん、市長さん、市町長さん、そういう市長さん、そういう人でしたら候補が多いですから、まあ、首長はそうでもないですけど、まあ、そこから候補が多いですから探せばいるはずです。いない、誰に投票しても同じだって思うでしょう。いや違いますよ。一部の宗教の代弁者、そういう人がいます。そういう人は消去法でどんどん切っていってください。そうじゃない人を探して投票してください。そうすれば日本が少しずつ少しずつ良くなるはずです。皆さんぜひ自分たちの選挙区の候補者、それを調べて投票してください。まあ一つには簡単な方法として、マイ日本とかそういったような今そうですね、利権団体とか宗教団体とか、まあ、大型のスポンサーとかそういったものがついてない日本のためになる、ことを考え純粋に考えている、そういったサイトもありますので、そういったサイトに入っている候補者かなりいます。マイ日本の中に入っている立派な候補者も結構いますので、そういったことであれば、まあ、基本的には安全だと思います。でもそれでも調べないといけないと思うんですけど、まあ、マイ日本はそういったような団体とかの支援を受けていませんので安全だと思います。マイ日本、日本のために少しも良くなりたいなと思っている人が集まっている SNS サイトです。そういったところに入っている候補者の方であれば、まあ、基本的には安全だと思いますので、ぜひ投票してください。よろしくお願いいたします。私の演説以上になります。ご清聴ありがとうございました。広場のですね、ご通行中の皆様、大きな音で申し訳ございません。ただ私たちはこのマイ日本というのは毎週ですね、こちら1時から、5時まで凱旋およびですね、チラシティッシュの配布を行っております。私たちはマイ日本といってソーシャルネットワークサービス、つまり SNS という認識で、インターネットで皆さんとですね、仲間を集めております。どういうことで皆さん集まっているかというと、キーワードはまさにこれなんです。日本に誇りを持つ仲間たちのネットワーク、これが、私たち の、 この、皆さんですね、集まる、キーワードとなっております。そして気づいたらマイ日本、どうして気づかなければいけないのか、それは皆さん、マスコミ、こういうところと今現政権のこの、討論ですが、かつて政権交代というのがございました。ここで党は外国人参政権、人権擁護法案、それから中国籍法等々、いろんな私たちの国の国益に大きく損なうような法案を通そうと躍起になっていた。そして今官政権になって現在に至るという、こういう状況でございます。皆さん、もう政権交代という魔法が解けて今どうですか。この大震災の時に基本的に何にも政治的な指導職を行わず、東北地方の人たちをあたかも見捨てるような、ああいうふうな、ことを今現政権は行っております。皆さん、何か感じることはございませんか。今日は4月の24日統一地方選挙、こちらでいうと区議会議員、それから、区長、
それとあと市議会議員ね、とか、そういう方々も皆さん、選ぶこういう重要な日でございます。皆さん民主主義民主主義って言ってますが、私たち一人一人が責任を負うということで私たちの一票というのが担保されています。私たち一人一人がちゃんと政治のことを勉強して票を投しなければ政治はどん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 腐ってまいります。だから皆さん、特定の意見にまみれた先ほど言った宗教団体やそれから特定の団体、こういうところの声が大きくなるような政治というのが果たしていいものか悪いものかは皆さんもうとっくにお分かりのはずです。しかし皆さんは、最近の投票率でいうと都知事選で 40% 40%、 これは本当に非常に深刻な問題です。皆さんよくよく考えてみれば、昔昭和20年代30年代は 90% を誇っていました。 80% 台、これぐらいになるとそういうその特定の宗教団体や特定の利権団体の、そういう組織票がもう、バカらしくなってしまう、つまりもうどうにも、対抗できなくなってしまうというのがあるので、皆さん今回選挙に行ってください。本当に国のトップ、それから市のトップ、行政のトップがですね、変な人がやるとこういって大震災の時に有事になった場合にですね、本当に私たちの生命に関わるような問題になるということをぜひご認識ください。本当に私たちの国のトップを決めるということがどれだけ重要なことか、皆さんご老人の方々の手厚いこの制度になっているというのもですね、そういった方々の票数が多いということが大きく関与しているんです。私たちはこの若者も含む、私たちよりもっと若い人たちは投票率、自分たちで票、自分たちで放棄しています。これは自分で自分の首を絞めている行為なんです。自分たちの声を反映させないから自分たちに都合のいい、いや違う、自分たちの方にちゃんと政治家が目を向いてくれないのも自分たちが票を出してないからなんです。今ね、本当に例えばその年金の問題にしても何にしても全部この上の人たち、私たちの世代の上の人たちのための制度がはるかに多いというのも、これがまさにそういうことなんです。あの人たちは投票率が非常に高いです。しかしそれに対抗できるためには、そういう私たちよりその若い人たちのジェネレーションの世代の票がなければ、本当にあなた方の若い人たちの未来は自分で自分自身で塞いでしまっているということをですね、ぜひ認識していただきたいです。いいですか。例えば今そういう若い人たちも、例えば、自分の親からいろいろ支援してもらってたりとか、もしくは自分自身でいろいろ切り開いてやってるかもしれませんが、これがですね、時間が経てばこの両親も、そのうち自分の両親もそろそろもう去年亡くなったんですけど、そういうふうな、の時のまでにですね、自分たちがちゃんと働いて自分たちの金で自分たちの経済、自分たちの生活を回していくというふうなことを考えたときに、政治と生活というのがどれだけ密接につながっているかというのをね、ぜひ認識していただきたいんです。自分たちにかかってくる税金も、自分たちにかかってくるその補助金にしても何にしても全部決める、私たちのその票という名の声で決まっているようなもんなんですよ。だからぜひ今日は4月の24日統一地方選挙でございます。ぜひ皆さん投票所に足を運んで自分たちの声を上げない限り自分たちの権利を、取り戻すことはできませんよ。私たちは今後ね、
今後外国人参政権といって在日の永住権を持った人たちがそういう票をこういった統一地方選挙のこの票をですね外国人が投じることができるのっていうことがですね現実に起きてしまった場合にさらに自分たちの首を絞めることになるんです。どうしたかといえばそういう外国人勢力の声がどん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 大きくなって彼らにどんどんあの何でしょうそういう税金やそういう保障制度のところも全部そっちの方に流れていく、つまり予算がそっちの方にどん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 流れていくようなことが起きることが今後本当に起きるんですよ。外国人参政権というのが通ってしまえばこういうことをですね今現政権は、推進していこうとしているのがこれが今の現政権です。他にも人権擁護法案とか外国人の人たちに都合のいいような法案を次から次へともうお分かりですね。彼らの支持母体は民間といって在日の人たちこういう人たちの意見の、こういう人たちの声が強い政党だということを皆さんそろそろもうお気づきかと思います。だからこそ今中国人この人たちが永住権を持った中国人が年間1万人だったのが去年は2万人に増えたんです。そして民主党は今後ともそういった規制緩和を行います。そしたら年間3万人5万人となって例えばこれが100万人200万人という勢力になってしまった場合に外国人参政権が施行された時のこの状況を想像してみればどれだけ危険なことかということがはるかにわかると思います。私たちの国がこの永住権を持った中国人の人たちにどん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 政治が牛耳られていくというのが目に見えてわかるはずなんです。だからこそ私たちの声日本人でまだ今投票全部日本人で投票できるような今システムなんで今のうちにこういうふうな自分たちの利権のためにですね自分たちのお金の立場のお金のためにそういう私たちの国益国を利するところです。国が得することこういうふうなものをどん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 削っていくようなそんなシステムやそんなことをやらせるような議員はですねどん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 私たちの票で引きずり下ろさなければいけないんです。本当にこういう人たちがどんどん牛耳られてしまった時には私たちのこの日本人の私たち日本人がどん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 自分たちのですね生活をがどんどん貧しくなっていくことはもう本当に貧しくなっていくことは本当に明白なのでぜひですね皆さん今日は投票所に行ってまず投票をしましょう。そしてそれをきっかけにほんの少しで構わないんです。政治にちょっと目を向けてみましょう。例えばもしくはマスコミが流している情報そしてインターネットで流している情報のこの差というのもぜひ気づいてください。今回の、あまりニュースでは流れていないんですが今原発でいろいろエネルギー問題とか、今、言われているこの昨今の中、南の方にフィリピン、南沙諸島というのがございます。ここのところをですね今中国が大半の部分ほとんど、彼らの沿岸区域のところまで全部自分たちのものだというのを主張してフィリピンと中国が今まさに戦おうとしているかしないかとそういうふうなところまで緊張が高まっています。全然他国のことだから関係ないじゃないって思う方いるかもしれません。関係がものすごく密接にあるんです。これは私たちのこのエネルギーの通り道であるんです。タンカーがそこのところに石油と天然ガスを積んだタンカーがそこに 98% 以上のタンカーがそこを通るんです。仮にそこが中国のところに全部取られてしまいましたとしましょう。そしたら本当に原子力発電の開発は今後おそらくできないでしょう。そして石油天然ガスのところもそこがもし抑えられてしまったら果たして私たちはどういうエネルギーを使ってというか本当にエネルギーの 50% ぐらいが全く使えなくなってしまうかもしれないというそういう危機も今まさに
この現在進行形で行われているというこの事実をなかなかマスコミが流さないというのもおかしい話ではございませんか。そうだ。だからこそこういう報道も交えてちゃんと公正な報道をさせるような法律を作るとか、もしくはそういうその中国やそういう人たちのところに不都合な、報道を、不都合なというか不都合でない報道をですねしか流さない、そういうシステムがあるのを全部変えてみたりとか、もしくは今の、この民放のところの株で外国人の株を入れさせてはいけないとか、そういうことをしない限りは本当に私たちのマスコミというのは健全化もされないでしょうし、そういうことを一つ一つやっていかなければ私たちは本当にこのまま偽物の情報をずっとつかまされて、そして正しい判断ができなくてその票がどんどん彼らの方に都合のいい方にどん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 サイクルが回ってしまった場合に、この国がどんどん崩れてしまったら本当に気がついた時にはもう彼らに牛耳られていたなんてことがもし起きてしまったら、私たちは本当にこの先逃げ場がないですよ。外国に逃げようが何しようが、私たちの日本人がここの土地のところで必ず守りきるようなことを今後考えていかない限りは、本当に中国からですね、他国から本当に今日本がですねどれだけ今まで利用されてきたかということが今までずっと隠されてきてたんです。だからそういうのも全部含めて、今あるこの国を売ろうとしているそういう議員の人たちをとにかく一人でも多く撤退するために、どんどんですね引きずり下ろすために、ぜひ皆さん若い人たちは特にそういう人たちをですね排除するように投票所に行って、この彼ら利権にまみれた人たちの議員さん以外のところに票を入れましょう。どうかですね皆さん、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。だからこそですね、本当に今後戦後60年間突き続いてきた嘘が本当にネットの力で今皆さんにバレ始めようとしています。かつての、太平洋戦争、大東亜戦争とも言うんですが、こちらの戦争がもっとまっすぐな公正な判断ができるような、そんな正しい社会が作られることとか、それから自分たちのエネルギーが敗戦国であるがゆえに戦国主導国の言いなりになって、たった一つのオイルの道シーレーンしかない状況とか、そういうものをですね自分たちで解決していかなければいけないんです。そしてその外交のためには必ず世界の常識である軍事力の裏打ちのある正しい外交を行うために、今のある憲法も全部含めて自分たちのシステムを本気で変えていかない限りは本当にこの国は良くならないと思います。その第一歩として、まずは皆さん投票所に行って投票率を上げましょう。 80%、90% になったら彼らの使っていた固定票全く意味がなくなります。本当に 80%、90% になったら特定の宗教の人たちとかそんな人たちが立ち入ることはできなくなるんです。どうか彼らに今までやってきた私たちが騙されて続けてきた分にのお返しをこれからどんどんしていこうじゃありませんか。皆さんの力がどうしても必要なんです。私たちは前日本に誇りを持つ仲間たちのネットワーク、気づいたら前日本でございます。どうかですね、こちらのアドレス http://minipon.jp 毎日本.jp、 こちらにご合わせずご利用どうぞよろしくお願いします。これはマスコミとそれからネットの情報、こちらをですね見比べるですね一つのツールとして皆様にご利用、していただけたらと思います。登録は、無料ですし、その後お金もかかりません。ぜひ見ていただくだけでも結構ですし、本当にご自由に使っていただいて本当に結構ですので、本当に今
ここにある日本の危機について、皆様と情報が共有できたらと思います。毎週、こちらですね、こちらにて新宿東南区近で財政活動を行っております。どうか皆さん、今後とも毎日本をどうぞよろしくお願い申し上げます。そういうことですね、私の話、一回終了させていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。新宿駅東南部中国通行中の皆様、こんにちは。こんにちは。私たちは、マイ日本というインターネットの集まりです。毎週日曜日午後7時から5時までの間、こちらで凱旋活動をさせていただいております。何をしてくださいかと言いますと、今インターネットを使ってテレビや新聞が伝えない、政治家や学校でも教えてくれない情報をできるだけ多くの日本人に伝えようということをしている集まりです。では今テレビや新聞が伝えないこと、それは何なのかと、今回、選挙がありました。本日投票日です。統一地方選の投票日、多くの方が投票されたかもしれません。例えばですね、以前の選挙で子ども手当という問題がありました。多くの方は、子ども手当とはいうですね、民主党にですね、公表されたことだと思います。テレビや新聞で、子どもを育てるために、少子化を防ぐために民主党に入れようということで、子ども手当、それをですね、少子化対策ということで民主党に票を入れられた方もいるかと思いますけれども、それはですね、実はテレビや新聞は全くのデタラメな情報の話なんです。どんな情報かというと、子ども手当というのはですね、本来日本人の子どもに支給されるべきものにもかかわらず、その多くのお金は海外にいる子どもたちに今流れているんです。そういうですね、国籍条項というものを、本来であれば日本人に限定して作るべきなんですが、そういうことを民主党はしていなかった。でもですね、そういうことを伝えずに自民党の悪いところばっかり伝えたりして、例えば民主党のことを応援するようなことをする。そのようにテレビや新聞はちょっとずつ嘘をついて、今日本人の善意につけ込んでですね、そのお金を海外の利権に流していくんです。今までは皆さん、自民党がですね、戦後60年間高度経済成長のともにですね、日本を立て直してきたという形で やってきた、これは確かに素晴らしいこともあるかもしれません。しかし自民党もアメリカの言いなりになってきた、また中には中国の言いなりになってきた連中もいる。そのようにほとんどの議員というのは、実は戦後ですね、日本のあの国会議事堂にいる連中、日本の国会議事堂で喋ってる連中というのは、実は日本人の利益なんてこれっぽっちも考えてしないんです。ほとんどの議員というのはアメリカや中国や韓国、北朝鮮、そういった国々の利権に群がっている連中ばっかりなんです。私たちはテレビや新聞で今まで騙されてきた。でもインターネットがあることによって、その戦後ずっと突き続けてきた嘘に気づいてしまったんです。じゃあどうするのか。今このままでは確かにどこの党に入れても政治は変わらないかもしれない。しかしこの気づいた人間を1人10人100人とどんどん増やしていくことによって、私たちは日本を変えていこうと思っています。この人数が1万人、10万人と、最終的に800万人とかですね、人数が増えることによって、今嘘をつき続けている政治家、その嘘についてですね、気づく人が増える。テレビや新聞が流しているちょっとした嘘、そこに気づく人が増える。
韓流ドラマとか韓流スターとかそういうものが実は韓国から流れてきた金によって電通とかそういった代理店がですね流している嘘捏造に過ぎないということに気づく人が増える。パチンコから流れてきた金がですね警察や政治家に流れて今ですねただのキャンプにも加わらずそれが能動と合法的にですね日本中の駅前で営業しているそういったギャンブルの利権にも気づく。そういう一つ一つのちょっとした嘘そういうのを見逃せない。悪いことにはきっちりと悪いと言うんだと。日本人のお金を凶悪化する連中にはお前は凶悪化しちゃいけないよということをちゃんと誰かの胸を張って言わなければいけないんです。今まで日本人は黙っていた。しかし多くの日本人は気づき始めそして怒っている。皆さんでこのですね気づいた人数をどんどん増やしていくことによって今私たちが納めている税金これは実は世界でも類を見ないぐらい高いんです。消費税に相続税に所得税に健康保険とかいろいろ含めると私たちの収入の半分ぐらいは実は税金に取られている。その多くのお金は生活保護に使われていたりとかわけのわからない海外の利権に使われていたりとか全く我々のためになっていないんですよ。それを正していくことで私たちは真面目に働いているだけなんです。どこの利権が欲しいわけでもない。私たちのこの集まった税金をですねちゃんと日本人のために使っていくことによって日本はこの不景気とかデフレとかですねこんなものを一気に脱却できるんです。そうだ。みんなでぜひこのように気づいた日本人を増やしていって今平和を受けしてしまった私たちの仲間をですねどんどんと目覚めさせていきましょう。皆さんどうもありがとうございました。これからも多くの人が気づいて私たちと一緒に行動を共にしていることを祈っています。ではよろしくお願いします。はい、今、日本管理人さんの、非常に力強い、分かりやすい演出をいただきました。このように、毎日本は毎週毎週月曜日、毎週日曜日、午後1時から午後5時まで、外線及び、それから、チラシを、入れ込んだティッシュをですね、これを、皆様に配布しております。私たちは本当にどこの宗教とも、どこの利権団体とも、どこの政治政党とも、一切関わりを持てない。ただ単に、日本が好きである。日本に誇りを持っている。そして、今、日本が大変な時だから何かしなければならないという、そういう人たちで集まっている SNS サイトでございます。私たちの、この、名もなき国民の、この、気づいた方々が今4万6000人7千人という形で次々と集結しております。この潮流をどうか皆様に知っていただきたいんです。ネットというツールを使って今マスコミやそれから政治家の人たちや60年間戦後60年間突き続けてきた嘘がいろんなネットを使ってたくさんバレ始めているというそう続けてきたのが全部嘘だった。あの平和憲法も嘘をついていたんだと。皆さん今回の東北地方のこの大震災の時に自衛隊の方々がどれだけ活躍したかということが一切マスコミに出てこないのは一体何でなのでしょうか。警察の機動隊の方々のどれだけの、活躍があったとかそれから現地津波にですね飛び込まれたパトカーの中から皆さん避難してくださいとそれから公務員の方で津波に流されるのを知りながら搬送を鳴らし続けて津波に流された人、それから
放送で自分たちが流されるのを分かりながら住民の方の避難を促す、そういう市内放送をされてた方、こういうのが本来であればマスコミの人たちはもっとピックアップして正当な評価をされなきゃいけない、もしくは国の国であれば彼ら彼女は絶対に英雄視されなければいけないはずなのに、なぜ私たちのこのマスコミというのは海外ではこの広島 FCS と呼ばれて英雄視されている人たちのマスコミでは一切報じられないのか、こういう歪んだ状況を正さなければいけないんです。その一つの取っかかりとして皆さん、今日はその一つの私たちの一番身近な行政の声を反映する絶好の機会である、投票選挙が今日あるんです。まだこの8時までにはまだ時間がございます。皆さん、これを機に今あるネットを使って、今私の話していただいて、私の話していたことぜひですね、この投票をすることと同時にですね、頭の中に私の話が片隅にありましたら毎日本検索してみて、見てください。もしくは私のこの福島フィクティブのこと、流されていったパトカーでアナウンスをしていた方々のこと、たくさんの情報が今ネットにはあります。マスコミはまだこういうことを流そうとはしません。だからこそ私たちの今塞がれてた目を、塞いでたこのマスコミのこの目を、私たちはこの手を振り払うことをしなければ、私たちの日本の未来は決して明るくなることはございません。どうか皆さん、どうか皆さん、この前にも私たちはこういうマスコミの伝えない情報をこれからも外線、ネット、ポスティング、こういうところで皆さんが気づいてくれることを本当に心より願っております。まだまだ気づくことはたくさんあります。かつての麻生政権のあのバッシングは一体何だったのか、高定駅の実際の話は一体どうだったのか、それから浅田真央よりなぜ君山の方を持ち上げるのか、こういうのは全ていろんな利権やお金の流れ、私の横にあるこういうパチンコのマネーのこともそうです。こういういろいろ皆様がなかなか知り得ない情報を今後とも私たち毎日本はお伝えし、そしてこの日本の政治のこの利権のシステムから何かをひっくり返せるような、そんな日本のために明るい未来を作るために、今まであったもう疲弊した疲労した、そういうそのもう動かないようなもシステムをですね、今後作り変えていくような、そんなことを選挙だけでございません。私たちは正当なことをですね、投票所に皆さん行きましょう。4月の24日でございます。統一地方選挙がございます。皆様の公正な目でどうか若い人たちの投票率を上げて、明るい日本を作ってまいりましょう。私たちは毎日本でございます。これからもいろんな情報がございます。これからもたくさん気づかなければいけないことがあるかと思います。どうかですね、ここら辺を踏まえて本当に、皆さん、とにかく今日は選挙に行ってもらって、皆様の正当なまっすぐな声を上げましょう。私たちの民主主義は
私たちの民主主義は私たち一人一人が責任を負うからこそ投票というこの権利を、もらっているんです。私たちが自分から自らこの投票をしないということは自分たちの声を伝えてしまって自分たちのこの生活を生活の声は生活のところですね、生活をですね自分たちの生活のところにどうかしてほしいという声を自分から口を塞いでしまっているのと同じようなことなんです。だからこそ今高齢者の方々にどうして手厚いような制度になっているかというのはこれはまさに若い方々が投票しなくて今私より上のジェネレーションの人たちの投票率が高いということに他ならないんです。どうか若い方の人たちは選挙に政治に興味を持ってとにかく彼らが今予算をどん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 取ろうとしているところをどうかそれを押し跳ねるようなそういう力を作りましょう。どうか皆様の力が必要なんです。今後とも前日本は皆様のマスコミが伝えないそういう情報をこれからもお伝えしていきますのでどうか皆さん今後とも外宣活動毎週毎週1時から5時まで行います。そして、チラシ配布も行います。そして私たちの東方同士が全国でポスティングという形で拡散行為を情報活動を行っておりますしニコニコ、生放送などいろんなところで情報を拡散しております。そして、皆様の、この、仲間が集まれば集まるほど彼らにとって国を追うような人たちにの勢力にとって不都合な、状況を作っていくことが本当に私たちのこの日本の未来に大きく、作用してくるかと思いますのでどうか皆さんこの大日本にご登録ご握手どうぞよろしくお願い申し上げます。私たちは大日本です。 HTTP コロンスラッシュスラッシュmynypon.jp mynippon.jp でございます。どうかですね、携帯からもご覧できますしご登録もできます、ぜひこのちゃんとした、マスコミとそれからネットのこの見比べるこの一つのツールとしてどうか、ご利用ご覧してどうぞよろしくお願い申し上げます。また来週、そろそろ、お時間も、来た模様ですので、今回の、チラシ配布それから、外宣活動を、そろそろ終了させていただきたいと思います。また来週、こちらにて、外宣それから実習配布を行いますので今後とも、よろしくお願い申し上げます。私たちは大日本 HTTP コロンスラッシュスラッシュmynypon.jp 気づいたら前日本気づいたら前日本でした。それでは、外宣及び、チラシ配布を終了させていただきます。どうも、最後までお付き合いどうもありがとうございました。お疲れ様でした。なんとかそういうことでですね、なんとか、日本の高校生ね、これはもう本当に、まずはですね、今日まず方向性ということでは、選挙に行きましょう。もう行った方、どうもお疲れ様でした。お昼、まあいろいろございましてですね、はい。そんな中ですね、あと後ろちょっとまあワールドワイドな、選挙関係のですね、インドの方、インドなんですけどね、なんかどうもなんか宗教臭い感じですね、はい、なんか後ろで多分雑談ダブリングしてます、はい、まあそんな感じでですね、はい、非常に言いますかですね、実は今日毎週見て
くださってたんですけど、ファンの方ちょっとわかんないですけど、パンフレット誰かもらっているので後で見てみたいと思います。はい、後ろのいる人はあの分かりません、通行人だと思います。はい、あどうもありがとうございます。なんか最近なんかね、あごめんなさい腕組んじゃったね、ごめんなさい。とにかくなんだろうな、というのは今ね、なかなか一般の人たち通行の方がね、こう通行している方々はなかなかね、今日本の危機日本の危機って言ってもなんでだよって多分思ってる方いるかと思うんですけど、でもね一回気づけば絶対にね、ああって話になると思うんで絶対そう思うんですよ。だからね、やべえやべえ、うちのね知り合いもね、最初何言ってんですかとかなんか言って動画なんか 2,3 個見つけたら、あとこういう記事とこういう記事とこういう記事あるよって言って、いろいろ教えてって1週間ぐらいしたら、古川さん日本やばいっすマジやばいっすってなんか言ってきて、まあまあ落ち着けって話で、こっちの方がなんか落ち着くような感じになっちゃってね、そうそう、そういう感じになってたんで、あ私も古川です、はい、JKL 古川で、今ハンドルネーム、まあ名字も古川なんですけどね。ああこれモザイクかかってるのはやはり通行人が一般の方なんで、一応まあプライベート保護を兼ねてやっております。あスペックの問題もあります。あとスペックの問題もあります。はい、うん、ただそれを多分ねやばいと言ってもおそらく程度がねあると思うんですけど、相当深刻です。でも深刻だからって言ってなんかこうなんか悲壮感を持って戦ってもしょうがないんで、はい、なんとかね今後も来週に向けていろいろ多分頑張っていきたいと思いますけど、まあ何分ねまあまだね素人に毛が生えたような演説しかできない、まあ毛は生えてないんですけどね、実現の方は、はい、まあそんな感じで、すいません、ね、またなんか来てますね、はい、ちょっとワールドワイルド、大変一段が今去っていきました。わかりません。何者かよくわかりません。はい、後ろにちょっと白人の方もいるんですよね。不思議なもんで。なんでしょうね。まあ試すんですね。傍から見てると。まあでも、いいんじゃないですか。新宿はいろんなのがカオスになってる街なんで、そう晴れ晴れほーとか言ってますけどね。まあなんとか、まあある前に戦中を体験、戦中から体験してる方のお話の中で大和魂とはっていう話を聞いたことがあるんですね。その中で彼が言ってたことは、その中のまあ何種類かある一つの一つに赤き心、明るい心ですね、こういうのも大和魂の一つであるっていうふうなことをなんかお話ししてて、やっぱ暗く活動するよりはまあ明るく、ああまた光ったね、でもなんか逆もあるんだね、そう大和魂赤き心、だからそうだからもっと明るみのある感じでやっていけたらなーなんて思ってたりとかしてるんで、はい、まあ決してその大和魂っていうのはその勇ましいものだけではないと、うん、そう、まあそりゃそうですよ、毎年毎年台風でね大変なことになってただろうしさ、自然災害の多い国ではあるわけですから、でも逆にこの地震が多いということがあることによって、例えばメタンハイドレートとかそういう恩恵ももしかしたら私たちはね持つことができるかもしれないけど、でも今私たち主権を失っている状況で
彼らが、私たちがあのこのメタンハイドレードがちゃんと使えるかどうかっていうところもかなり大きいと思うんですよね。だからまあなんとかまずは自分たちの国がちゃんとまずまともな国になるように軍隊持ってちゃんと外交の交渉力があってシーレーンもリスク分散ができるように何本か道を通ったり特定の国だけからね特定の国だけしか石油を買っちゃいけないよとかそんなようなさおかしいのはやめようよっていうことでねもしかしたらそれが解決すれば原子力発電のところもある程度は緩和できるのかななんて思ったりするんですよあれも多分原子力も苦肉の策だったと思うよ結局石油天然ガスのところが頭打ちになっちゃうわけだからまあ利権もあると思うけどね、うん、そうだからメタンハイドレードだってねそう尖閣で油田だって掘れるんだけど掘らしてくんないんですよ、うん、だからねそうそうだけどもしくは今核融合研究している機関もあるんでそういうところあとね光合成の仕組みがなんかどっかの大学が発見したらしいですねとにかくエネルギーの自立が必要なんです別にこれは原子力をやれとかそういうことじゃなくてエネルギーの自立が必要でもともと大東亜戦争だってエネルギーの自立じゃないですかいろんな理由あったと思うけど、うん、そう光合成の仕組みが分かったことでおそらく太陽光発電のところ の発電効率がもしかするとかなり向上するということが期待かかっていますねだから別にエネルギーのことを真面目に考えなきゃいけないと、うん、そこはすごく思うんですよ、はいね、だからそこをまあみんなで考え、まあ、だからメタンハイドレードってあるわけだからさそれがちゃんとまっとうに掘れるようなことが他国からのね影響を受けないでメタンハイドレートが掘れるようになればいいんですよそれが難しいんですよ意見がすごくらしくてここのパチンコだってね反対って言ってるけどそれねどっかのねアニメのさ映画化にあたってさパチンコマネーのさ原資になってるって話もあるわけだから根は深いですよ金の問題でかいっすよ本当、うん、でそれでさ結局その特定のさ在日のさ連中とかがさやったら金持ちになっててそれがメディアとかさゲームとかさアニメ会社とかさそういう風な人たちのところに金でどんどん蹂躙されてるわけじゃないですか東電もさあれですよ東電も中国とすごい深いつながりがあるんですよ、うん、そうそうですよアニメだってねパチンコのマネーがなかったら作れないところ結構あるんですよ本当にもしくはあれですよ経営が立ち行かないところもあるんじゃないかな下手すると、まあ、映画のスポンサーになってるってそうですね多分そこら辺はあると思う。いやいや、だからそこが難しいんですよ。うん。あ、そうそう、延長はしません。で、残り時間1分ということで、そろそろ余白時間、タイムラグもあるということでですね、そろそろ終了させていただきたいと思います。まあ、何分ですね、あと夜10時から毎日本スプレッドがありますので、よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでですね、4時間ほど、お付き合いいただきどうもありがとうございましたということで、あとは余白時間ということですねあどうも、皆様もお疲れ様でしたなんてねなんとか頑張っていきたいと思いますそれでは、どうもお疲れ様でしたまた来週、お会いしましょうあ10時にも会える方もし来たらよろしくお願いいたしますはい本当に JKL
とか頑張りますんで、秋からしてありがとうございます、うん、やっぱ中央にいないとね、こうやってね中央にいないと日からしづらいですからね、はい、どうもありがとうございます、はい。